米下相互防衛条約は、アメリカ合衆国と台湾に移った中華民国の間で結ばれた軍事同盟に関する条約。正式名称は、アメリカ合衆国と中華民国との間の相互防衛条約。1954年12月2日調印。1955年3月3日発効。1980年1月1日執行。 在体アメリカ軍事顧問団のバッジアメリカ、台湾共謀司令部のバッジ、中国国民党の蒋介石率いる国民政府は日本の敗戦後に再開された国境内戦の敗北により中国大陸を追われたが台湾に政府機能を移転し大陸反抗の機会を伺っていた。国民政府は福建省や浙江省の当初拠点を失う一方、台湾よび 福建省の金門島、バソ島を確保し、大陸で中国共産党が建国した中華、人民共和国との対立は、膠着状態に陥った。一方、日中戦争中は国民政府への支持と多大な軍事援助を行っていたアメリカは、国境内戦再開後は国民政府への援助を打ち切り、1946年12月18日、トルーマン大統領は、 対中政策を発表し、アメリカは中国の内戦に巻き込まれることを避けつつ、中国国民が中国に平和と経済復興をもたらすのを援助するだけであるとして、マーシャル将軍の召喚と中国内戦からのアメリカの撤退を表明する。中華人民共和国建国後も1950年1月5日には、ハリエストルーマン政権は共産党軍の追撃はあっても台湾に、 介入しないとする声明を発表していたが、朝鮮戦争開戦から2日後の同年6月27日からは、台湾海峡の中立化を名目に第7艦隊を派遣し、冷戦下における共産主義の拡大を抑止するため、台湾を西側防衛圏に組み込むべく、中華民国に対する支援を事実上再開することとなった。朝鮮戦争は1953年に、 第一次インドシナ戦争が起きていたベトナムでは1954年に停戦を迎えたが、周辺自体が人生化したことで、中華人民共和国が軍事力を台湾解放へ注力する可能性が示唆され、台湾でも共産主義が連鎖的に浸透するドミノ理論の現実化が危惧されるようになった。 同年にトルーマン前政権の対中政策に批判的なドワイト・アイゼンハー政権によって米下相互防衛条約は締結された。米下相互防衛条約の適用範囲になかった大陳島については国民党軍と住民を撤退させる大陳島、撤退作戦を第七艦隊の護衛のもとで言った。台湾が共産化した場合、中華人民共和国と中祖、 友好同盟総合援助条約で同盟関係にあるソ連が太平洋へ進出可能となり、アリューシャン列島、日本、韓国、沖縄、フィリピン、東南アジアと続く、対ソ連の封じ込め戦略が無力化される恐れがあるため、アメリカは台湾にその拠点を移した中華民国と軍事同盟関係を構築し、中華人民共和国に対抗することとした。 米下相互防衛条約は1971年に中華人民共和国が国際連合の代表権を獲得し中華民国が脱退するという国際政治環境の変化の中で次第に無力化してゆく1972年のニクソン大統領の中国訪問と日中国交正常化1979年の米中国交樹立により 米下相互防衛条約は無効化し、米国はアメリカ台湾共謀司令部と在台アメリカ軍事顧問団を廃止して在台米軍を撤退させた。中華民国との国交断絶後は事実上の同盟継続となる台湾関係法を制定し、現在に至っている。ありがとうございます。